ということで今回私佐々木智也と私片岡俊之の2人で、はい、ニアビン&ドラゴン対決いきなり僕らが2005年日本シリーズでやっぱ4連敗したのがものすごく覚えてますよ。ボコボコにされましたよ。ということで今回私佐々木智也と私片岡俊之の2人で、はい、ニアビン&ドラゴン対決いきなり、あ、いきなりです。はい、無茶な企画でした、はい、今ね、皆さんわからないと思いますけど、ね、今このティーグラウンドに来たばっかりっていうね全くあの口はよく動かしたけど体動かしてへんからね。そうですね、大丈夫かなっていうね、はい、ということでドラゴンですけど片岡さん300ぐらい体格いきそうですね。もうね、これゴルフ場行ってね、ええ体してるから飛ぶやろう言うて2組8人に見られることが甲子園の5万人より緊張するということで今回あのコース説明なんですけど、はい、せっかくなので今回スポンサーでもある、楽天ゴーラのスコア管理アプリの GPS マップ機能で、はい、事前にいい、ね、コースを、はい、下見たいと思います。さあということで、はい、西コースアウト、うん、はい、パー5、うん、ちなみにこう自分の飛距離に合わせて落下点見えるらしいんですよ。便利やね、はい、しかしね、だから あのバンカーまでが約220ヤードです。さあということで、はい、片岡さんの2人で、ええ、この対決、はい、頑張りたいと思います。お願いします。はあ、ええボールやね。強いね、やっぱりね、弾道がね。まあいいでしょう。うん。うわ、これもひどいわ。これだけ左右に打ち分けたらあかんね、これね。これで年間今まで100ラウンド近くやってきて、これはないわな。片岡さんの最初の清原さんとか出てる時面白かったです。僕はよく見てますよ、ま、あのすごくあのあこういう目付けがやっぱりいいですよね、キャッチャーのね。もうあの YouTube もやっぱりこう企画っていうのがすごくだんだん難しくなってくるんですけど、やっぱ里崎さんはもう最先端ですよね、野球 YouTuber の中でもね。もうでも2年もやってきてるんで、もうさすがにきついですよちょっとあるよね、はい、なんかいろんな面でね。さすがにここはフェアウェイが広そうなんで、フェアウェイに置きたいね、ここはどうね、置きたいですね。振ったな、うん、当たりはええけどな、カーンみたいな取りやな。まあいいでしょう、うん、まあ、ロングだからね、ロングだから。わー、ナイスショー。あー、ちょい右か。どうだ、ちょっとラフかな。同じラフですね。ね。もうラフには間違いない。現役時代怖かった。あのね、これも3年生、1年生、もう1個上の学年っていうのとは、とか2個学年上の学年の方はやっぱり話すことがないですよ。はい。高校生ってそんなもんですよね。そうでしょ。3年生の人と1年生が喋る機会なんてほぼないですよ。うん、はい。さあということでドラゴンに続いてニアビン対決です。ちょっとねドラゴンはねお互い痛み分けやったから。そうですね、うん、ここはきっちり、ね、あれですよね、入ったらニアピンじゃないんですよね。インピンはさ、まあ、楽天から10万ポイントとかあるよね。そうです、インピンは100万ポイント。100万ポイントインピンはインピンね、はい、OK。 インスナは何ポイントですか。インスナゼロ、うん、あー左出た、
キック。お、あ、ちょっとオーバーかな、うん、ね。またこれアプローチ合戦やね、これね、今日はアプローチ合戦やね、今日なるね。僕でも片岡さんとリーグで戦ったことないんですよ、はあ、だから僕らが2005年日本シリーズでやっぱ4連敗したのがものすごい覚えてますよ。ボコボコにされましたよ。だって1ヶ月何もしてなかったんですよいやロッターあの時3位から来て一挙やったね、うんうん、だって10対1、10対1、10対0かなんかやな。あ、そうです、はい、10点10点10点、ね、3対2です。そうそう、はい、ちょっとね乗せたいね、ここはね。何度かねイン心配してる場合なかったね、はい、でもインしたら100万ポイント OK、はい、頼みますよ。頑張っていきます、はい、帰ってこい帰ってこい。どうだこれ、いいやろ。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。褒めるね、褒めるね。グリーン間違えたな。フェアウェイキープ。ここから、ここで気を抜いちゃいけないからね。ここから来る、ここから来るから、ここから来るから。どうぞ今のになってみたいですか。はい、タコさんです。あ、やった、嬉しいね、嬉しい。10万ポイント、ああ後日交渉です。はい、ありがとうございます、はい、はい、ということでニアビンドラゴン結果発表です。ニアビン&ドラゴン対決は2勝でタコさんの勝利です。よっしゃ、嬉しい。これマジで嬉しいんですよ、はい、ということで、はい、ニアピン対決、うん、ドラゴン対決勝利した、はい、うん、片岡さんには、はい、今後楽天さんと、はい、商品に対する、相談をしてください。それ俺が自らやっていいんやね。はい、自ら、はい、やります。僕はもう敗者なんで、あの、ゼロポイントですわかりました、はい、ということでまたプロ野球 OB 対決で、はい、よろしくお願いします。お願いします。最後に今回ね、プレイ中に利用した楽天ゴルフスコア管理アプリについてもご紹介させていただきます。 GPS マップ機能が搭載されております、はい、コースに出ると意外と正確な距離がわからないことって結構ありますよね、うん、そんな時に役立つのがこの GPS コースマップ機能でございます。なんと全て無料で使えます。これええな。現在地から目標までの距離を自由に動かして測ることができます。また実際の航空写真表示なのでよりリアルな位置関係の把握が可能です。これがあればスコアアップ間違いなしでございます。皆さんぜひチャンネル登録、そしてこのアプリをください。そしてグッドボタン皆さん忘れないようにね。ちなみにですね、片岡チャンネル、佐々木チャンネルのお互いの YouTube チャンネルの URL も概要欄に貼っておりますので、そちらもぜひチェックしてください。そしてチャンネル登録、ご視聴よろしくお願いします。おっす。ということで皆さん、今回は片岡さんの勝利ですよっしゃよっしゃ。